今日は9月の12日です。裏庭の片隅に植えてあったですね、彼岸花の芽が出始めてきています。今年9月20日がですね、彼岸の入りになります。もう1週間ちょっとでですね、彼岸の入りになります。その頃にちょうど咲くのがですね、この彼岸花になります。だいぶ芽が伸びてきてるのもありますし、すでにですね、一輪花が咲いています。もうすでにですね、花が咲いたのもあります。そしてこちらはですね、こちらももう 2,3 日で花が咲きそうですね。まあ、ただ他のものはですね、やはりちょうど彼岸の頃にですね、花が咲きそうな草丈ですね。こちらの方もちょっと早そうですね。はい、彼岸前には花が咲きそうな感じです。ここに球根がですね、密集しているところがあります。だいぶ長い間球根の掘り上げをしてないものですから、分球してですね、密集してます。非常に窮屈な状態になってますので、今年はですね、花が終わったら掘り上げをしたいと思います。無事にですね、花が咲いてくれるといいんですけれど、ちょっと様子を見てみたいと思います。今日は9月の15日です。先週から彼岸花だいぶ大きくなりました。そうですね、3割ぐらいはもう花が咲いています。そしてまだ7割ぐらいですね、これから開こうとしています。お彼岸に向かってですね、この彼岸花花が開いていくと思います。はい、赤いとても綺麗な花です。これもですね、葉っぱがありませんね。葉っぱがなくてですね、茎だけが伸びてきて、その先に花をつけています。今日は9月の19日です。彼岸花だいぶ咲いてきました。8割方ですね、花が咲いてきました。またつぼみのものも少しありますけれど、だいぶ咲いてきましたね。はい、明日が彼岸の入りになります。そして、やはりちょうど彼岸の頃にですね、咲きますね。それで彼岸花という名前がついています。今日は9月の21日です。彼岸花が全部咲きました。とても綺麗な花です。先に咲いた花はちょっとしおれてますね。はい、でもほぼ全部花が咲きました。ちょうどお彼岸の頃に咲くこの彼岸花、本当にですね、不思議ですね。お彼岸になるとみんな花を咲かせます。